はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、ラクリモサ・オブ・ダーナ、続きをやっていきたいと思います。船長と合流して、島の地図を作っていきましょうということになったんですけど、どこに行きゃいいんだかいまいちわからないっていう。ちょっと洞窟の中を見ていきますか。こっちの方とか行ってないっすもんね。てか何もなさそうだな。でここから入ってったから、でも行き止まりだったでしょ。ここも何もないね。こっちではないのかな。ちょっと船長に話しかけてみましょうか。呪われた島セイレント。ああ、船長さんも大変だね。でもこれってさ、仕事外のことだよね、多分。もう船から降りたら船長ではないからね。あ、イベントが始まったっぽい。漂流者の捜索と地図の作成。歩いた場所を確認していきましょうと。ワールドマップ。アドルが歩いた場所は自動的に地図が作成される。地図を、じゃなくて全体を見るときは広域地図。詳細を見るのには、リア地図。地図ボタンをタッチするか、左ボタンで地図メニューが開く。全体の地図と詳細な地図。マークがあって、地図の情報を見ると探索率が上昇する。総合探索率が 10% を超えるごとに報酬を受けられますと。お、いいね。地図を見る限りこの辺はまだ調べていないようですね。上の方か。あ、こっちね。あの切り通しを抜けた先になるはずですと。いつでも戻れるよう慎重に進みましょう。未開の地だからね。地図による移動ができるようになった。地図メニューから触れたことのある水晶石へ移動できる。拠点へ戻るときなどに活用しよう。お、めっちゃ便利そうじゃんそれ。地図を使った移動。地図メニューで水晶石を選ぶとそこへ移動できると。よし行くぜ。あ、ダッシュしよう、ダッシュ。あ、ダッシュするとちょっと操作性が悪くなるな。で、こっちか。モンスターがいるね。スキルも使っていこう。あ、宝箱マークがあるけど、まずはこいつらを蹴散らす。ほら、こいつらもかわいそうだよな。いきなり人間が侵入してきてさ、ぶった切られていくっていう。北の方角に大きな山が見えます。山か。ここは思った以上に大きな島かもしれません。てか木に引っかかって助かった方がいるというのですか。全然攻撃できなかったし。結構敵がいっぱいいるんだけど、赤いマークがすげえな。あそこに宝箱が見えるけど、なんか上にあるな。まずはここら辺のモンスターを一掃しよう。で、ここからこうかな。いけない。ちょっと待って、助走つけよう、助走。トー、トー。あ、いけた。鉄鉱石 ×3。 あっちにも敵がいるな。ぶった切る。ほら、あ、これなんとかの実だよね。来るの実。回復アイテムは貴重だからな。なるべくこういうのは取りこぼしのないように行きたいけど。あれ、ここのは取ったんだっけ。あ、取ってあるっぽいな。
あそこに鉄鉱石が見える、鉄鉱石が。いや、こんな狼みたいなのが動きいてんだね、ここの島は。ある程度近くに行かないとアイテムは拾えないな。スキルを使えばスキルレベルとかは上がっていくのかな。ここはなんかいろいろありそうだけど、え、まずこれ、おしなる小枝で、ここに鉱石みたいなのがあって、これは岩塩、奇妙な塊。あれ、あと何、これはこれ上下登っていけないの、いけないなんか普通に技使っちゃったけど、あれいけない、これどうやってやんの、まだいけないのかな。あとここにもなんかほらどうすりゃいいんだ、ジャンプして技使えたのかな。いや取りたいね、ほんりゃあ諦めるか。お、こっちの方に地図の作成報告、あ、これさっき載ってたやつか。お、宝箱マンゴー、何さこれマンゴーとかがさ宝箱に入ってんだよ。あ、いけない、なんか魚がいるね。釣りとか、釣りとかはまだできないのか、特に釣り竿みたいなのがないからね多分。ま、いずれできるようになるのか。モンスターは一応復活するのか、どうだ。多分時間が経つとこういうのも復活しそうだけどね、今は取ったばっかりだからないけど。やっぱり2発攻撃当てて技を使うとスキルフィニッシュでいけそうだな。海賊の亡骸てか1人しかいなかったよね、海賊。海賊っていうんだから他にもいっぱい出てきそうだけど。お、海岸だね、海岸。げえ、こいつ何気持ち悪いんだけど。手強そうな獣たちが徘徊していますね。気を引めていきましょう。よし、上級テクニック、戦闘に慣れてきたら挑戦してみよう。フラッシュムーブ、敵の攻撃をタイミングよく、回避すると発動、一定時間無敵行動が取れますと。フラッシュガード、タイミングよく敵の攻撃に合わせて R でガード。あれ、ガードなんてできたんだ。ダメージを無効化し SP とエクストラゲージが溜まる。さらに一定時間攻撃が全てクリティカルに。すごいね、ダッシュ、ダッシュとかすげえ忘れるんだよな。 R、 え、何いまいちわかんない、タイミングよくやらないとダメなのかな。こんなんかあるんだ、奇妙な塊。あ、落ちてきた、大きな落ちてきた。ほら、俺の行く手を阻むものは全て切る。皆さん獣たちからすればこっちが侵略者だからね、どう考えても。いって、ダメージがな、結構きたんだよな。ちょっとさ、攻撃に集中してさ、回避とかすげえおろそかになるからね。ジギタリスの葉3つ。あれ、こっちにも鉱石があるね。だってこいつとか高いそうだよね、本当に。いきなり人間たちが襲ってくるんだよ。この海岸の魔物とかもね。おい、出て出て出て。お前やろ。足跡。足跡のようですか。もしかして。え、何で足跡なんてどこにある？足跡とかなくね？お、ここに光ってるものが。セイレーンの麦。で、こういうのも取れるからね。小さな葉。あ、硬い。
めちゃくちゃ硬いな。こっちで行けばいいのかな。いや、ダメだな。打撃キャラが必要ってことか。今の俺たちでは効率よく倒せないけど、ゴリ押す。ほら、完全にゴリ押したな。あ、これか、足跡。薄いな。よく消えないな、この足跡。で、あそこに気持ち悪いやつがいるな。こっちも倒そう。お前じゃない。ターゲット。ターゲット、じゃあこっちか。おーおー、来い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 。おら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 。で、吹っ飛ばされた。フラッシュガード。なんか適当にやってたらフラッシュガードが出たんだけど。ただ結構ボコボコにやられたな。半分くらいヒットポイント減っちゃってるからな。こっちにも魔物がいるね。このさ、回転してくるのがね、ロックかけた方がいいのか、やっぱり。で、あとこっちの方にこれか、ココヤシで、これがいまいちよくわからんけど、あ、 SP が回復するのか。まあどうせいけないんでしょう。いけそうだけどね。絶対いけるよ、このくらいの隙間が空いてれば。大きな岩が積み重なり道を塞いでしまっている。ここは通れそうにありませんね。諦めるの早いな。この人も諦めたんだな。ターンしてるよ、ここで。新しい足跡がこの先に続いているようだ。てか、なんでさ、こう壁際を進んでるんだ。カメラリセットかな。なんかいまいち、もうちょっとうまい具合で正面向いてくれればいいんだけど。ここにあれがありますね、水晶石が。受け身、着地のタイミングに合わせて L ボタンか。いやいや、なんで剣閉まったの。安全は確認できたのか。されたのですか。ん、どうしたの。何かを感じ取ったか。何か聞こえた気がする。これって、お、地面が揺れてんね。静かにしろ。いいかい。ごめんなさい。お助け。あ、こいつ船に乗ってたよね。巨大モンスターが出てきたな。ジャンプしてきそうだな、こいつ。完全に恐竜だな。アバロドラギル。誰が名前決めたんだろう。こいつはアバロドラギルだみたいな。この獣、これはまるで、まるで何。アトルがこれまで戦ってきたどの獣や魔物とも異質な感じがする。お兄ちゃんたち、ここで出会ったのは縁だと思って、おじさんを助けてくれ。ちょっと素早そうだな。戦うしかないのですか。おっさんも戦ってくれんの。お、武器を取り出した。どっからあんなごついの取り出したんだ。怖い、協力しよう。おら、あ、硬い。これはおっさんに変えろってことかな。あれ、おっさんも、あ、当たった。ここか。
頭なんだな。ちょっと待って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 、超強いんだけど。ちょっとおっさんおっせえな。アドルにしよう。やっぱりアドルがすげえ使いやすい。なんだかんだで、ね、おらおら、うおー吹っ飛ばされたー。やばいやばいやばい。いって空中で攻撃するとその後がなんかちょっとどうにもできないけど。顔だ顔、逃げろ。いってマジやばいマジやばい。マンゴーとか言って500も回復するのか。ヒットポイント200だからココヤシもすごいね。てかおっさんちょっとやばいから回復させておこう。いて正面に立たないと。あでもこの隙があるね。やっぱジャンピングの必殺技使っても。いてえうん、なんだ。おお逃げろ。いって回避できなかった。マジか。すげえんだけど。逃げろ。危ない危ない危ない。あんまりやっぱり攻撃に集中しすぎるとまずいね。逃げろ。また死にそうだ。ココヤシココヤシココヤシ取っといてよかった。ほら今がチャンス。お、いいね。ほら、いいね。めっちゃ当たってる。これ決まったっしょ。これで天使だ。おお。ひどいな。完全に死体蹴りしてるぞこいつら。なんてどう猛さなの。なんてどう猛さなのっていうのも珍しい感想だよね。なんて強さなのとかさ。やはりこいつなんか知ってる。なんでこのおっさんさ微妙に顔が隠れてんの。おかげさまで助かった。お二人さん愛してるぜ。なんて2回殴られるんだ。悪かったな、ジョーちゃん。わしなりに感謝の意を伝えたつもりだったんだが。言葉で伝えていただければそれで十分です。品のない人なの。名前を聞いてもいいですか。だいたいこういう時ってさ、アドル自分から名乗るのに。おお、わしの名前はサハド・ノートラス。グリーク地方で漁師をやっている。サハド。稼ぎ先から故郷へ帰るためにロンバルディア号に乗ったのよ。よろしく頼むぜ。アドルは自分の名前を名乗った。ラクシャです。ラクシャ・フォン・ロズウェル。アドルにラクシャ嬢ちゃんか。それにしても流れ着いた先がよりにもよってセイレン島とはな。知っているのですか。おお、グリーク出身ならガキの頃一度はこう叱られたことがあるはずだ。悪さをするやつはセイレン島へ島流しにするぞってな。このわしもよく親父に脅されてその度に書面ちびったもんよ。
それだけ地元でも恐れられている場所なのですね。このような獣が潜んでいることも知られているのですか？いや、少なくともわしは今日初めて知ったぞ。有名な話だが、精錬島に近づこうとする船は全て沈んじまう。ここが実際どんな場所かなんてこれまで誰もわからなかったはずだ。たまに上陸したなんていうやつもいたが、どう考えても眉唾もんだったぜ。ん？獣が気になるのか？どうした？そういうわけでは。とにかく調べてみないと。それにしてもついてないぜ。浜辺で拾ったこいつをあの獣の顔に偶然ぶつけちまってな。あ、これってあれか、船の怒りかなんか。それで戦うつもりですか？ご信用にと思ってな。わしが漂着した浜辺で拾ったんだ。誤信どころか逆にひどい目に遭わされちまったかな。この恐竜の肉は硬くてまずそうだけどね。食料にはならんか。てか生きてるし。ちょっと。連戦？おとなしく去ってったな。ビビったぜ。だがこれで一件落着だな。なんだか私どっと疲れました。奇遇だな。わしもあいつに散々追い回されて疲れちまった。おかげでこの通り腹ペコだぜ。そうだ、お前さんたちの拠点ってところへ案内してくれよ。まあ拠点まではね、ワープできるからね。サハドがパーティーに加わった。で、多分これあれか、先に進むとすると先に拠点へ行こうぜみたいなこと言ってこなかった。どうしようかな。一回拠点に戻った方がいいのかな。宝箱はあるけど、あれだけ回収しとこう。ボーンネックレス。ボーンネックレスって簡単に言うと骨のネックレスでしょ。そうっすね。一回拠点に戻りますか。マップ開いて、拠点に戻ると。船長さん。船長さん突っ立ってるだけだなこいつ。アドル、そちらの方は？アドルはサハドを紹介した。伝説のクラーケン。
いや、絶対伝説のクラーケンでしょ。あれ、この声ってドギじゃん。お、あなたは。この付近を調べている時に偶然出会ったのだ。よう、アドル。悪運の強さだけはお互い相変わらずってところが。どちら様とかひどいね。どちら様？ガク。おいおい、せっかくの再会だってのにそりゃないぜ。あの後漂流物に捕まってなんとかここへたどり着いたんだ。まったく、毎度のことといえお前さんといると本当に退屈しないぜ。うん、感謝してくれたまえ。あのな、今回はさすがにヤバかったっての。な、何なのですかこの二人は。冒険家ということなのだろう。なんだか知らんが楽しそうな兄さんたちだな。てか、ごついおっさんがごついおっさん率が高いな。今日はお互いにいろいろあったようだ。船長も体格いいからね。今後のためにも一旦情報交換しておいた方がいいだろう。見ての通り、ドギのおかげで少しだけ拠点も形になってきた。もう日も暮れるし、今日はこのまま休んでいくといい。どうやって火を起こしたんだ。火の起こし方とか全く分かんないんだけど。このさ、煙見てさ、あ、あそこに人がいるんじゃないかってならないのかね。どうした？気分でも悪いのか？心配してあげましょう、心配して。あ、ドギはこの拠点を任せられるのか。おお、すげえな。あれ、今回ドギは戦闘に加わらないのか。そうするとその代わりこの左のおっさんが左のおっさんが打撃キャラになりそうだな。
完全に遭難者だね。あ、第1部セイレント終わった。結構早かったな。みんな急いで、これ何？牧舎？牧舎に戻るよーって。あ、聞き慣れない少女の声が聞こえてくる。これは夢だろうか。実際さ、夢の中でさ、これは夢だろうかなんて 思ったことないんだけど。ダーナ、どうしたんだい？誰かがこの谷へ向かってるよ。また見えたんだね。綺麗な色ではっきりと。ここへ着くのは明日の朝くらいかな。ダーナ、君は。大丈夫だよ。大きな従者にローブのような服装。大樹の陣、始まりの大樹。利力の資質に恵まれています。白羽の矢が立った感じだな。第2部、漂流者たちの共演。お、すげえな、ハンモックみたいなの作ったんだ。寝づらそうな服だよな、でも。まだ眠そうですね。そりゃこんな。こんなベルト巻いて寝るなんてさ、絶対疲れ取れないでしょ。変な夢見たんだよ。夢ですか？どうやら冒険家とやらも大したことないようです。なんでだよ。なんで夢を見たら大したことないって言われないといけないんだよ。そうだっけって。 まあ、これはちょっと、早速出発しましょう。え、今すぐにですかって。 お、なになに？漂着物。お、この服は嫌だ。って言ってもさ、漂着物だからこれ誰かの服ってことでしょ。 それもまた嫌だな。おお、なんかでも、なんでさ、こう、ぴったり合ってるんだよ。人の着てた服はあんまり着たくないな。まあ、まあかな。拾いも、そう、拾いものなんだよ、だってこれ。ちょっと貴族っぽい格好だね。でも、あ、衣装変更できるじゃん。キャンプメニューの装備から衣装変更ができる。ってことはもう少し出てきそうですね。なんで今こいつ暴れてたの？ 超謎なんだけど。じゃあ、というところで、まあ、第1部が終了して第2部が始まったところになりますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。